皆さんこんにちは。大リーグドジャースの大谷翔平選手が自身の SNS を更新し、日本人女性と結婚したことを発表し、世界でそのお相手は誰なのか、一般人の方か同じアスリートの方なのかどうか話題になっています。大谷選手は日本時間の29日に自身のインスタグラムを更新し、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきますなどとして、すでに結婚したことを明らかにしました。相手は日本人女性だということで、愛犬のデコピンの写真を添えて、新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人1匹で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っておりますと綴っています。また大谷選手は英語でも結婚を報告していて、相手についてベリースペシャルトゥーミー、僕にとってとても特別な人と表現しています。この大谷選手のお相手をめぐって、マスコミ各社や SNS 上などで予想合戦が繰り広げられています。そんな中、有力な情報として出回っているのが、元バスケットボール選手の田中真美子さんです。田中真美子さんはどんな人なのか、今回は大谷選手のお相手として有力視されている田中真美子さんについて、そして今まで大谷選手が語った結婚観、好みのタイプなども交えてご紹介します。今回の大谷選手の愛嬌たっぷりの結婚報告に、日本だけでなく世界中が祝福ムードに包まれました。大谷翔平選手は以前のインタビューで好みのタイプを次のように話しています。ぼんやりとはありますけど、年上がいい、年は関係ないです。まあ清楚な人がいいですね。僕がチャラチャラした人が苦手なので、なるべく普通の人がいいですと回答しました。他にもテレビ番組でマツコ・デラックスさんの質問に答えた際は、一緒にいて楽しい人がいいですね、笑い合いたいですと答えました。マツコさんがもうちょっと狭めた方がいいと促すと、僕身長高いのでできれば高い方がいいですね、170センチあればもう僕はと、高身長で清楚の方が好みに上がっています。またご両親のご希望は、ご両親はアスリートがいいと考えているようです。大谷選手の父トールさんは野球選手として社会人までプレーし、現在も中学生に指導しています。母の佳代子さんはバドミントンで国体に出場経験があるなど、スポーツ選手同士でした。またお姉さんも大谷選手の母校である花巻東高校野球部の関係者と結婚しています。両親や姉夫婦のようにスポーツに関して理解があり、支えてくれるという家族が理想なのかもしれません。いずれにしても愛犬デコピンと仲良く暮らせる犬好きであることは間違いありません。大谷翔平選手の結婚相手として数多くの女性の名前が挙がっていますが、確証はなかなか得られませんでした。そんな中、夜になって X、旧 Twitter に出始めたのは、元プロバスケットボール選手の田中真美子さんがお相手ではないかという情報です。以下が田中真美子さんのプロフィールです。生年月日1996年12月11日、27歳、出身地東京都、身長180センチメートル、体重70キログラム、学歴東京成都大学高等学校、早稲田大学、選手経歴2019から2023、富士通レッドウェーブ、ポジションセンター。早稲田大学3年生の時にユニバーシアード日本代表として銀メダルを獲得。2019年富士通レッドウェーブに入り、同年のユニバーシアードにも2大会連続で選出されています。そして2021年8月には日本代表候補に選出、2023年4月に富士通レッドウェーブを引退されています。引退時のコメントは以下の通りです。今シーズンをもちまして富士通レッドウェーブを退団し、現役引退することを決断しました。このチームで過ごした4年間は決して良い思い出ばかりではなく、苦しいこともたくさんありました。ですが今振り返ると、それも含めて全てがかけがえのない時間で、本当に素晴らしい経験をさせていただきました。そして何より、
富士通レッドウェーブの一員として4年間過ごせたことをとても幸せに思います。そう思えるのは、どんな状況でも温かい声援を送り続けてくださったファンの皆様、ベストな状況でバスケットに打ち込むことができるようサポートしてくださった会社の方々、そして日々一緒にたくさんのことを乗り越えてきたチームメイト、スタッフ、コーチ、ずっと応援してくれていた家族や友人、本当にたくさんの人の支えのおかげだと思っています。感謝の気持ちでいっぱいです。これからは富士通レッドウェーブの一ファンとして皆様と一緒に応援していきたいと思っています。4年間本当にありがとうございました。女子バスケットボール選手の引退は通常30歳くらいと言われていますので、それよりも数年早い引退ということになりますね。それに加え、週刊誌が大谷選手のお相手を英子さんとして報道していました。元女子バスケットボール選手の英子さんです。小学校から運動を始め、中学からバスケを始めたという筋金入りのスポーツ女子で、身長180センチ台の名門私立大学出身、世界を舞台に活躍した経験もあり、モデルのような活動をしたこともあります。大谷選手が語ってきた好きなタイプにぴったり一致します。英子さんは昨年実業団を引退して、インスタグラムアカウントも削除しており、近況をオープンにはしていません。もうすでに渡米しているとの情報があり、球界はもしやと英子さんの話題で持ちきりですと報道されました。田中真美子さんと重ねてみます。元女子バスケットボール選手、身長が180センチメートル、早稲田大学出身、日本代表経験もあり、モデルの仕事もしていました。実業団を2023年に引退、インスタグラムのアカウントはすでに削除とのことで、条件的にはぴったり当てはまっていますね。大谷選手自身や両親の希望にも沿うアスリートということで、かなり信憑性がありますね。もう一つ有力な情報として、大谷選手のトレーニング動画に映り込んでいた黒髪女性が田中真美子さんに似ているという噂もありました。そのトレーニング動画では、大谷選手の身長が193センチメートルで、女性はそれよりも頭半分くらい低いように見えます。ということは、女性の身長は175センチメートルから180センチメートルくらいと考えられます。田中真美子さんの身長は180センチメートルなので、バッチリ当てはまります。この黒髪女性は田中真美子さんなのでしょうか。ということは、大谷翔平選手の結婚相手は田中真美子さん。この動画のように2人で過ごす姿はお似合いでしょう。この有力花嫁候補にネットの反応は、もしこれが本当なら180センチメートルの身長、理想的なカップルですね。大谷翔平の奥さんと噂されている田中真美子さんだけど、私的には昨年実業団を引退してからインスタを削除してるっていうのを見て、あなたなんですねとなった。大谷さん前を通るときは顔が映らないようにしていたり徹底してる。大谷選手の奥さんは元女子バスケットボール選手の田中真美子さん説が濃厚。条件とか見ても非の打ちどころがない。大谷翔平さんの結婚相手は元バスケ選手田中真美子さんではないかと噂があるらしい。練習見学に来られていた方かな。年下の女性の美人さん、いつまでもお幸せにお過ごしください、ご結婚おめでとうございます、など祝福ムードと同時に、田中真美子さん説が濃厚だと話題になっています。お相手の正体が今後明かされるのでしょうか。まだまだ目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。